どうも、なおちんです。さあ、今日もファイアーエンブレム無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのキャラクター使っていこうと思います。レアですね。レベルは120まで上げてみました。ドーピングなしで、力と魔力がマックス近くまで上がるみたいですね。あ、あと HP も。なかなかステータスの高いキャラクターではないでしょうか。では、一番難しいクエスト、そこのルナティック、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。ジョブは、聖者ですね。エピタフの強化バージョンみたいな感じですね。なので、結構強いです。特に、チャージ7。チャージ7が鬼のように強い。これがね、むちゃくちゃ強いんだよね。OK。ああ、でも、そこまで、まだ減らしきれはしないか。まだね、スキルを完全に覚えてはないんですよね。なので、そこそこって言っても相当強いんだろうけどね。めちゃくちゃ強くはなっておりません。でも、その状態であっても、全然余裕で倒していけるはず。まあ、とにかく、これ、上から炎が降ってくるスキル、これがむちゃくちゃ強いのよ。とんでもないダメージを出すんで、これだけで大丈夫です。まあ、これだけでは無理なんだけどね、これがあるとだいぶ強いし、あと一定時間ダメージを受けなければ、無敵のフィールドを張りますので、それで、即死ダメージとかもね、防いでくれるので、いい感じです。ローレンツが出てきた。いくぞ。とにかく、この炎をまずはまとって、いけば OK です。あと、この最強魔法だね。最強魔法もいい感じのダメージを出すので、それも織り交ぜつつ、攻撃していきましょう。OK、無敵のフィールドはすでに出てるね。あー、ローレンツやっぱ硬いな。ローレンツむちゃくちゃ硬いのよね。こいつだけは本当に、よっしゃ、硬え。いけ、いったか。おお、まだか。いえい、勝った。どうだ、まだか。よっしゃー、勝って。これいけるかな。まあいけるよね。全然余裕でいけはするけども、ちょっと時間は10分以上くらいかかっちゃうんじゃないかな。できればね、10分以内で倒したいんですけども、どうだろうか。第2陣は無視していきますね。第3陣いきましょう。第2陣はね、余裕なんで3陣をいっちゃいましょう。もう全員引きます。全員引いてからいきますね。なんか2体2体2体でいくとちょっとね、時間かかっちゃうんだよね。なので一気に引いて一気に倒すっていうのが一番良さそうな気がします。はい、ヒューベルトもおいで。OK、 いくぞ。ただね、死ぬ確率は高いのよでもレアはね、とにかく HP が回復するのよ。なので大丈夫、大丈夫でしょう。やっぱね、一気に行った方が、あー、もったいない。必殺を打てばよかったな。もったいなかった。しゃあ、めっちゃくちゃもったいない。まあいいや。あー、ヒューベルトも普通に倒しちゃった。いけ、いいね。で、ダメか。ちょっと待って待って。いくぞ。
オッケー。あ、でも一気にはいけねえな。まあさすがルナティックって言ったところでしょうか。いけー。あ、ヒルダがなんかあっちにいるぞちょっと待って、あいつあっちでなんか油売ってるじゃん。ダメダメ、一気に来てくれないと。いけ、うーん、なんかすごい乱戦になったね。あ、メルセデス倒せば多分出てくるわ。オッケー。あ、来た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 、ようやく来た。ちょっと失敗したな、引くのが。よし、ヒルダもサクッと倒しちゃいましょう。そうでもないか、意外と硬い。 OK。 でも1対1になってしまえばなんてことない。硬い、本当に。 OK。 あー、でも次の必殺が当たれば倒せるでしょう。無理か。あ、いけた。オッケー。ではあとラスト3人。うん、無双も取ってるし大丈夫でしょう。うん、半分近い、半分以上かな、減らしてくれるようなワンパン攻撃があるんだけども、まあまあまあ、それ食らったとしても速攻回復するし大丈夫でしょう。うん、やっぱこの HP 吸収スキルがね、レアは強いのよ。これでほぼほぼ死なないからね、異常なぐらい吸収するもん。雑魚的ではこんな感じだけども、技とか使っていくと一気にね5、600回復したりするんで。どこいる、ディミトリ来た。さて、俺たちとも手合わせ願おうか。はい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 、ちょっとね、エーデルガルト来てない。3人いっぺんにやらないと奮起してね、ちょっとやりにくくなるんだよね。なんでできるだけ OK。 まずは魔法、そんなに当たってない。ちょっと待って、無双で1回1箇所に固めよう。1箇所に固めてからいきましょう。うわ、そんな減らないな、本当に。やるね、やるじゃん。もうちょっとでガッツリ減らせるかなと思ったんだけど、全然減らない。奮起させるのがちょっと早かったかな。かなりやりよるよお前たち。でも実際ディミトリぐらいだもんね、硬いのは。あとの3人はそうでもないんで、あとの2人かいけるとは思うんだよね。おい、見えない。よし、そこそこ減ってきた。クロードがもうちょっとかな。いけ、いいね。よし、必殺いけるぞこれ。いや、行く前に倒すな、これ倒しそう。どうだ。いや、まだか、さすがに硬い、さすがに硬いわ。おい、さすがにワンパンのやつやってたでしょ今の。減ったもん。オッケー、まあまあ余裕でしたね、全然余裕で勝てます。強いねレア。はい、ということで今日はレアを使って、ルナティック一番難しいところクリアしてみました。クリアタイム9分44、まあまあ早い方じゃないでしょうか。でもね、7分台出したことがあるんで、もうちょっと早くいけるキャラクターがいるんではないでしょうか。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。